URKB のニコニコ生配信を視聴してくれた皆さん、本当にありがとうございました。これまで15曲作ってまいりましたが、今回で最後の曲となります。また秋からは違った形で生配信をしていきたいと思います。それでは1月4日渋谷公会堂でのライブでお会いいたしましょう。 URKB でした。